よし、行こうか。こっちじゃないな。こっちじゃないな。やれやれ。ああ、ひょっとしてこれ、
なんでこんなところに。なあ、シオンの武器はどこから来るんだ。どこからってどういう意味。戦いになるとどこからともなく現れるじゃないか。ただの転送技術よ。普段は虚空に沈めてあって、必要な時に呼び出すの。わかった。わからないけど、すごいな。え？だっておかげで重い武器を持ち運ばなくていいし、敵に奪われる心配もないんだろ。すごい発明じゃないか。あなたダナでしょ。敵の技術を褒めるの変か。技術は技術だろ。敵も味方もない。それはそうだけど。シオンの力はすごいな。振るったのはあなたよ。何？ああ、さて。わかった。先を急ぐわよ。攻撃あるのみ。守りが堅いな。突破口を気をつけ。あ、頼む。行くよ。これで終わりだ。その調子で続けて。あ、俺の真骨頂。私も援護するわ。弟子の術は私が奪うよ。早く見つけて。今だよ。これで終わりだ。いろんな戦士やる。見せてやる。
女王で記念。ここは戦いやすそうだ。キサラ大きいもんね。盾のことだよな。戦いの最中に時々シオンが放り投げてるのは何なんだ。何って爆弾よ。爆弾って岩を吹っ飛ばしたりするときに使うあれか。けど火じゃないものも飛び出したりしてなかったか。もちろんただの爆弾じゃないわ。精霊力が充填された特別性よ。じゃあ自分で投げた爆弾を銃で撃ったりもするのは。あれは工夫。別の精霊力を込めた弾で効果を変えてるの。いつ爆発するか、どんな効果なのか、相手は予測しにくくなるから。強力な爆弾を使う上に強力な治癒術も使う。考えてみると正反対の組み合わせだな。安心しなさい。万が一爆発に巻き込まれても生きている限りは精霊術で治してあげるから。せいぜい死なないように気をつけるよ。シオンの力はすごいな。振るったのはあなたよ。
ここなら煮炊きできそうだな。早速変えようか。しら。戦越え友と語るは暮れの前。晩飯にしようってことだよな。なあシオンのどこから戦いただのわかえだってあなた変化それはみんな、準備はいいか？この先、どんな出会いが？ズーグルだろ。いや、その、もっと先の。Got it!
ち立ちちゃうぞ。火の精霊かけ、かなり追い込んでいるぞ。まだ気を抜かないで。待て、そうだ、まだやれる。私に任せて。レンガだ。行くぞ。炎よ。マグナレイ。三日月よ。振り。これでいける。三日月よ。振り。そこで。焦らないよ。マグナレイ。炎よ、まずい、ごめん、簡単プラス光よ、やっと貫け、スリッリア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 リどうを負ったらすぐに行って。ああ頼りっぱなしになりそうだ。三日月よ、振りそこで勝つ。
武具が入ってたぜ。 敵の気配はないな。 せめてあなたが爽やかに頼むわ。努力しよう。これいい装備かも。 戦いが楽になるといいな。 なんと。
よし、行くぞ。読むだけじゃ意味がないわよ。リンウェルってさ、戦闘中によくブツブツ言ってるけど、あれって何言ってるんだ？なんで？気になる？あ、気になるっていうか、結構乱暴なこと言ったりもしてるし、日頃の鬱憤を呪文にしてるのかなって。親父のバカ野郎って叫んで気合い入れるとか、そんな感じか？ないよ、そんな詠唱。あれはそのなんとなく相手の雰囲気に合わせて言ってるだけで。相手？あ、だからその魔法の属性の精霊力っていうか。精霊力？お前精霊力とは話できんのかよ。そういうわけじゃないんだけど、言葉に感情を乗せるとうまく働きやすいから。なあ、精霊力と会話できるんなら明日の天気とかお宝が埋まってる場所とか聞けるんじゃね？ちょっと本気で信じてないでしょ。悪い奴がいる場所に雷を落としたりとかさ。天雷の裁き、サンダーブレード！あっぶね！何すんだよ！うるさい奴がいるところに雷を落としました。なあ、ティオハリムのあれってどういう技なんだ？あれではわからんな。あ、なんか街中とかでさ、話しか…何のことかわかりかねるが、あれは垂らし技というんだ。自分の外見や声の質を最大限に生かして相手の心を縛る特殊な技だ。人聞きの悪いことを言う。私ではなく受け取る側の問題だろうに。あ、でもやっぱり何かあるんだな。どうやったら使えるようになるんだ？俺も気になるな。何か特別な修行があるのか？そうだな、常に優雅であることを心がけ、後ろ向きな考えを持ちながらうんちくを語るあたりが初歩だろう。言いたいことがあるなら直接言ってはどうかな？感心しているだけですよ。他意はありません。ねえねえ、アルフェンとローの様子がおかしいんだけど。変な姿勢でよくわからない話を始めるのよ。何か変なものでも食べたのかしら。どう責任を取るつもりだね？そこまで本気にされるとは思いませんでした。反省します。なあ、道って？道は道でも俺の勘では、フルル？フルルが違う？そうかな。街道が必ず挑戦。崖崩れの後、道だと言い張って飛び降りた時は驚いたぞ。なあ、アルフェンテ。なあ、あっちの道。どうして？わざわざ遭難の危険に挑まずとも。このまま。おい、フルル。
これほど食事を取らないのはいつぶりだろうか。あといかほど使えるか。品定めさせてもらおう。子供は早く寝ろよ。今にも寝そうな子供はだ。時々敵にもあなたのようにすんでのとこ。我ながら罪なものを作る。今日も気持ちのいい朝だな。後ろ髪がボサボサですよ。朝に弱いんだ。
雰囲気が変わった。油断するな。あいつをぶっ飛ばせばいいんだな。骨が折れそうだぜ。協力して叩くぞ。倒れろ。弱そうなとこを叩こうぜ。それを止めるためにこの盾がある。分かっただぞ。この前に
何？何のためにだ。何のためにお前は戦う。私はレナ、あなたはダナ。ダナ人がレナ人を憎む理由はあっても、助ける理由はないはずよ。あなた痛みを感じないの？痛みも顔も記憶もない。俺は自分の過去を覚えていないんだ。痛みを感じない男と触れると痛い女か。違う、こんな呪いが私の能力のものか。
ならどうする？お前はどうしたい？俺は戦いたい。自由に生きるためだ。終わらせましょう。二人がかりの方が確実よ。諦めない限り終わらない。だからもっと信じて頼ってほしい。死ぬまでに一人、そう思ってた。今もか。出会わなければよかった。こんな思いをするくらいなら。感謝してるわ、みんなにも、あなたにも。